どうも、ビーレジェンド掛谷です。ですね、先日ね、お客様とちょっとやり取りをしてたらですね、ちょっといいことを聞いてですね、何かというとですね、まずこちらね、皆さんご存知、ビーレジェンド、ベリベリベリーです。で、こっちがね、情熱のパッションフルーツなんですけれども、2つを混ぜると美味しいということでね、だけどね、ベリーって、いろんなね、ベリーが入ってて、ベリベリベリーなんて、本当いろんな種類のベリーが入ってるんですけれども、まあ、ベリーですよ。でパッションフルーツもちょっとこう酸っぱい、まあ美味しいフルーツじゃないですか。なんかね、系統が似てるんですよ。だから僕の中ではなんか系統似てるから、それでもね、やっぱりね、ベリー派っていうのとパッション派っていう人がいるわけなんですよ。だから俺どっちも好きだけど、どっちって言ってもなんかどっちもどっちだよなって、いや言っておきながら言うのもなんなんですけど、この差別化をね、どうしようかみたいなことをちょっと思ってたりするんですけど、でも明確にね、お客様の中では差別されてるんですよ。だからどうなのかなと思って、でね、僕の中では似てると思ってるんですよ。なんだけど、これをミックスすると非常に美味しいっていう声があったので、って似たもの同士混ぜてなんかどうなのと思って、でね、まあ、今日はちょっと飲んでみようかなと思って、飲んだことないんですよ。なので飲んでみましょうということで、まあ、いつも通りね、スプーン2杯ずついってみましょうかね。もう水シェーカーにね、200cc 水入ってますんでね。さて、じゃあやってみましょうかね。いつも通り、はい、ローリングシェイクからの縦振り。さあどうなのかな。美味しい、まあそう、まずくはならないだろうけど、なんかそんな美味しくなるのイメージ湧かないんだよね。ただパッションとベリーの中間になるような気しかしない。はい、まあ、混ぜましたけれども泡立ちないですね。でダマは、ダマもないね。まあ似たもん同士だから、そんなね、なんか干渉し合ってダマになったりとかっていうのもないと思うから、まあそのあたり予想通りで、香りはベリーの香りだけどなんかちょっと違う、ベリーだけの方がいい匂いがするような気がするけどね。まあ匂いはね、匂いは。じゃあ早速飲んでみましょう。あ、ちょっと泡立ち強いかな。泡立ちちょっと強いかもしれないね。1センチぐらい泡あるな。よし、じゃあいただきます。うまい。なんだこの味、知ってるぞ。うわ、うまい。うわ、なんかちょっとなんか違う意味でショックだな。なんだろうこれ、知ってるよこの味、懐かしい味。なんだろう、応答じゃないな、なんかネクターみたいな味。何これ、応答みたいな、ネクターみたいなので、これ飲んだことあるよ、飲んだことあるんだけど何かわからない。子供の時に飲んだジュースだね、ネクターだね。美味しいよ。分かんない、何味これ、分かんない、気になるな。ちょっとみんなも飲んでみて、ちょっと教えてください、何味か。なんだろう、知ってるよこれ、多分ね、アラフォーだったら知ってると思う。子供の時飲んだもんこれ。いや悔しいな、全く味のレビューができないっていうね。どっちも酸味があって結構強めなのに、入るとその酸味がね、ちょびっと3割ぐらい減る感じだから、さらにごくごく飲みやすい。ね、ベリーも甘く、どっちも甘くて美味しいんだけど、甘酸っぱくて美味しいんだけど、多分パッションがちょっと強くて、その応答みたいな、ネクターみたいな味にベリーをしちゃうんじゃないかなと思うんですけど、これ美味しいな。いやすいません、混ぜると美味しいよって教えてくださった方ですね、なんかちょっと舐めてました。売ってる僕よりもよく分かってるっていうね。なんかこう嬉しいですよねこういうのね。売ってる人間よりもお客さんの方がビーレジェンドのこと分かってるみたいなね。いやなんか嬉しいな。はい、ということで、何うんまいだろうな、5うんまいはなんかねつけちゃダメな気がするからね。でもね、3とか 3. 点何本じゃない、絶対4台だね、4台、4ポイント台で 4.3 うまい。いやかなり美味しいよこれ、本当に。
や、これはなんかレギュラーにしてもいい味だなっていうぐらい美味しい。うん、いや、ぜひですね、皆さん飲んでみてください。ベリーとパッションミックス超うまいですからね。はい、ということで、まあ、この動画良かったらグッドボタンよろしくお願いします。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、 Facebook、Twitter、アメブロ、インスタ、いろいろやってますんで、下のね、概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。みんなまたなんかいろいろね、美味しい混ぜ混ぜあったら教えてください。混ぜ混ぜ募集でございます。またお会いしましょう。さよなら。